はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオブランド編究極こちらのフロア6ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラですね、黒キラじゃない、黒尻ですね。ハイパーヒール3怨念デリム体力をつけてます。続いて、ガージリですね、青ガージリブラボーをつけてます。リンクスキルはディオブランドですね、つけてます。そしてフレンドはジョウスケですね、フルスロットジョウスケを連れていきます。では参ります。もうド安定ですね、ド安定の黒尻ですね。はい、デリム黒尻です。まずは仕掛けます。ハイパーヒール、ハイパーヒールですね、CS を使ってきますね。バイツは仕掛ける、バイツは仕込む、そしてフルスローやられる。続いてガジリ倒れる。さあ行きましょう、爆破にも巻き込まれるが、ハイパーヒールの前には全然関係ないっすね。はい、行きましょう。2、3、倒し見えましたね。はい、倒しました。続いても、行きましょう。2、アイテム全部破壊。3、右に残った。そして、また行きましょう。2、3、全部倒しましたね、倒しちゃいました。いきなりここでサンタナが攻撃を仕掛ける。痛い、十分に痛いです。十分に痛いですね。さあ、だいぶね削れましたね。さあ今度はバイターダスト発動。しかし先みたいな感じにはならないですね。さあ行きましょう。さあどん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 仕掛けていきます。隣にやられてるかと思ったらアイテムです。アイテムが、回復アイテムがありました。それでしぶとく残るんですね。さあ回復アイテムがあるのでちゃんと壊していきましょう。さあバイタダスを仕込んで置きます。さあ簡単に、倒していきますね。1、2、3と、はい倒しました。ワムも倒しました。さあ続いてはカーツ様はねゲージを奪うので下手に動かさないようにしたいですね。下にちょっかいをかけてカウントをね少なくするのも良くないという感じですね。さあ一応バイザーは仕掛けなくていいか。さあ行きましょう。もう時間との戦いな感じですね。もうね倒しきるんですよ、倒しきるんですよ。2、3、これでどうかな、これで倒せましたね。はい倒せました。さあ行きましょう、第2ラウンドですね。第2ラウンド行きましょう。マニシボーイがいるので最近にハイパーヒールで状態異常をなくしておきました。さあそしてバイターダストかけます。
そしたらゲージがね回復しますので、いいスタント。さあダービーが仕掛けてくる。位置としてはあんまり良くないですね。まあいいでしょう。マニシボーイだけね、気をつけて戦っていきましょう。やたらとね、マニシボーイだけが高防御なのでダメージ1しか取らないのでね、マニシボーイをじっくりと倒していきましょう。おっと、しかし全然怖くないですね。さあ行きます。マニシは相変わらず1しか通らない。もうマニシだけですね、早い遅いはもう関係ないです。マニシをどう倒せるかによって変わるだけなので、早い遅いは周りをね倒す倒さないも関係ないです。いかにしてマニシボーイだけ倒せるかですね。他はね早く倒せる早く倒せないも関係ないですからね。マニシボーイだけうまいこと狙っていきましょう。やっちまったですね。さあこれで、またやっちまった。さあどんどん振っていきます。なんと、唯一倒せれるバイトは発動しやすかった。カスカル壁もねなくなっちゃいました。一応バイザーダスト発動しておきましょう。アラビアハーツ倒れる。一撃ですか。強いな。それでも削りきれないマニシボーイ。どんだけあんた強いんだ。さあここからはもうほとんど、倍速ですかね。倍速でやってると思います。倒せました。はい、倒せました。やったー。もうなんか、だれてきました。だれちゃいました。さあ、バイザーダスト発動です。猫草が、砲台発射。ピュッ、パキッ、やられちゃいます。さあ、行きましょう。2、3、削っております。猫草だけね体力がありますので倒しづらい。うっとり。さあこのうっとりを何回見るかですね。慶長はねもう倒せそうですね。慶長は倒せそうです。さあ1、2、3と猫草が慶長だけ今倒れました。猫草は違いますね。太石も倒れてないですからね。さあできたネズミですね。ネズミもちょっと厄介。そしてギターを弾きまくり。うっとり。さあ猫草が攻撃仕掛けてくる。まあさあ行きましょう。さあさあさあ、仕掛けてバイザーが発動してるのでね、倒れてくれてもいいんです。
さあ、うん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 、猫草が倒せましたね。猫草倒せました。はい、やったです。さあ、キラも降ってきましたね。今度はきっちり倒していきましょう。バイザー発動です。威力はね、上げておかないとね、怖いです。本当に怖いです。さあ、行きましょう。1、2、3と行きます。1、2、3と、さあ、川尻が、キラがですね、赤尻が、赤キラですね。なんでジリって言いそうなるんだな。癖ですね。あ、全員倒せましたね。やりました。はい、無事3ラウンドクリア。そして第4ラウンドですね、神化されて、光一くんが無駄に走っていきます。追撃のターンも無駄に走っていきます。いきなりバイザーダスを仕掛けようと思ったんですが、光一くんが走ります。うわー、やられてしまった。はい、1、2、3と、あ、違いましたね。まあ、いいでしょう。さあ、また光一くんが走っていきます。さあ、今度こそバイザーダスを発動します。そして光一くんが走ります。さあ、行きましょう。バイザーかかっているので、こう力はアップですね。ゆか子に掴まれる。じゃあ、ゆか子を仕留めていこうと思ったら、意外な攻防防御ですね。ちょっとろれつが回っておりませんでした。さあ、行きましょう。倒してエニグマ倒して、ゆか子に掴まれる。なので逃げていきましょう。3ヒットしたので親父にも通ったはずです。しかしダメージとしてはそこまでないし、つらい。そしてゲージ没収されたので成長することはありません。さあ、これで、お、もしかしたら、お、いけますね。成長いきます。成長ができます。これは大きい。ここで成長できるのは嬉しいですね。さあ、今度はカウンターがいるので下手に動かないようにしましょう。下手に動かず、倒せるもので倒していきましょう。さあ、じゃんけんと動画、いろいろ仕掛けておりますが、まあ、ハイパーヒールがあればね、状態異常はなくなるので大丈夫です。さあ、一本でじゃんけん小僧を倒しました。さあ、ハイパーヒールで親父を倒せない。さあ、あっという間に削れておりますが、親父を倒したい。倒したい。さあ、バイザーダスで、まあ、一応仕掛けておきましょう。バイザーダスを仕掛けます。さあ、攻撃力が強くなっているので、一発さえ入れば、ダメでした。さあ、黒キラが降りてきました。一番の強敵は3ヒット以上しなければいけないジジイだと思います。
昔、それよりも今はロハン先生がね降りてきたということで、ロハン先生が全てのものを全てのねアタックをねアタックアップを台無しにしております。ロハン先生を地道に倒していきましょう。地味に、嫌ですね。ラオヤジは地味に嫌です。さあ成長、これで最後ですかね。最後の成長を遂げた感じですかね。さあバイツアダスト、ここでバイツアダスト、ポッター、そしてロハン先生がいなくなったことによってまた今度はバイツアダストを仕掛けやすい。わーっと一番最悪な状態になってしまいました。最悪なことになった。これはクリア不能になるか、 もしかしたらクリア不能ありえます。ああ倒せました、よかったよかった。あの隅っこに行った時にはどうかと思ったら倒せました、なんとか倒せました。ああ無事クリアすることができました。はい、ありがとうございます。いやーちょっとね最後はぐだってしまいましたけど、なんとかなりました。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですねフロア7ですね、攻略していきたいと思います。ではラザバダイ。